こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日はモテる体の作り方についてお話しさせていただきます。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。今日はモテる体の作り方というお話なんですけれども、モテる体になりたいと筋トレを始められた方は多いのではないかと思います。私自身もかっこいい体になりたくて、理想とする体のイメージになるために筋トレを始めました。まあ、それと同時にかっこいいと思われたい、まあ、やっぱりこれモテたいっていうことなんですけれども、まあ、そういう意識で今も筋トレを行っております。モテるっていう言葉をちょっと調べてみると、モテるっていうのは人気があってチヤホヤされるっていう意味合いがあるようで、一般的には異性からモテたいっていう風な使われ方をよくします。このモテるっていう体なんですけど、これは当然人それぞれ好みがあると思います。私自身もフィジークの競技やベストボディジャパンのコンテストに出場することがあるんですけれども、もともとフィジークの競技のコンセプトがビーチでサーフスタイルでかっこいい体っていう、漠然としたコンセプトだったり、ベストボディジャパンの審査基準の中には全身引き締まったバランスの取れたスタイルというふうな形で書いてたりします。そういったところから、私自身がかっこいい理想の体っていう、イメージを描きながら、コンテストに出場したりしてるんですけれども、今回は私なりに、バランスの取れたかっこいいモテる体になるために、どこから鍛えればいいかっていうランキングを1位から5位までお伝えさせていただきます。あくまでも個人的な意見でありますので、皆さんも考えていただければと思います。それではまず1位、肩です。肩は正面から見て体の横幅を決める重要な部位だと思います。肩に関してはですね、非常に大きい体積を持っていまして、前から横から後ろから、どこからでも見える筋肉です。特に肩の中部繊維、横の繊維やったり、肩の後ろっていうのは肩の前に比べると発達が遅れる傾向にあるので、種目で言えばサイドレイズなどの横に開く運動であったり、リアレイズって言って後ろにね、腕を上げるような動きで鍛えると、より立体的に肩の丸みが出て全体のシルエットを強調できると思います。ですので、私なりの一番はやっぱり肩になります。第2位、胸です。胸もですね、正面から見た時に、一番こう目に入る部分ではあると思います。よくヒーロー的なキャラクターとかですね、描かれる胸の厚みっていうのは、どのキャラクターも大きく広く描かれることが多いと思うんですけれども、胸の厚み、特に横から見た時に胸の立体的な感じを出すには、胸のですね、上部繊維、上の繊維を鍛えるとより立体的に胸を強調できると言われているので、斜め上にですね、ダンベルを持ち上げたりバーベルを持ち上げるインクラインの種目などが、おすすめです。胸っていうのはですね、日常生活で、あまり使われない筋肉ですので、筋トレを行うと、発達しやすい部分でもあるので、ぜひですね、頑張っていただければと思います。第3位が背中です。背中はですね、正面から見えないんですけれども、やはりいくら肩や胸の筋肉が良くてもですね、背中が小さいと、バランスが取れない体になると思います。でよく逆三角形の体っていう言い方をするんですけれども、この逆三角形を作る三角の辺を強調するのが背中の役割になります。これは筋肉のからくりなんですけれども、普通にですね、何もしていないと背中ってあんまり正面から見えないんですけれども、
まあ、コンテストなどに出場される方はこうフロントのポーズを取るときにですね、背中のマッスルコントロールといって背中にこう力を入れると腕がですね下がらない形で、この広背筋と言われる筋肉でグッと腕を押さえるような形で、こうすると正面からですねこう逆三角形により見える、まあ、筋肉になります。まあ、ですので、まあ、あまり普段からですねこういう形で歩いている方いないかもしれないんですけれども、こういうマッスルコントロールで、少しですね胸を張って背中に力を入れるとウエストのラインも V シェイプって言われる逆三角形に、まあ、見えるテクニックがあるので参考にしていただければと思います。でこの背中でおすすめなのが、まあ、種目で言えば懸垂ですね、体を引き上げるトレーニングであったり、ラットプルダウンも同じですね、という動きで、まあ、この、広背筋と、まあ、大円筋っていう、この脇のね下についている筋肉を鍛えることができるのでおすすめです。第4位がお腹です。お腹はですね、やはりこの逆三角形の一番くびれを作る重要な部分だと思います。ただですね、このウエストのラインっていうのは残念ながらある程度骨格で決まってきます。なのでこれ骨格を超えてウエストが細くなるってことはないんですけれども、まあ、お腹で一番重要だと思うのが体脂肪だと思います。ある程度ですね、腹筋が見える体脂肪、男性であれば、まあ、10%、15% ぐらいの間の体っていうのが腹筋が見えるぐらいの体脂肪率になってくるので、まあ、やはりこうかっこいい体っていうイメージだと腹筋が割れて見えるっていう体だと思うので、まあ、お腹に関してはこの体脂肪率をまあキープするために普段の食事管理をしていただくことをお勧めします。で特にコンテストなどに出られている方は、まあ、10% 以下ですね、それ以下に極限まで体脂肪を落としたりってこともあると思うんですけれども、あまりこう体脂肪を落としすぎて日常生活送ると体調不良とかですね、あとはまあホルモンバランスを崩したりってこともあると思うので、まあ、少なくてもね 10% 前後ぐらいで普段生活していただければ、まあ、腹筋も見える状態で、まあ、より健康的な体脂肪率になりますので意識していただければと思います。で最後5位、腕です。私自身腕のトレーニングも好きで太い腕にまあなりたいっていう思いもあってですね、トレーニングはするんですけれども、まあ今言ったですね、まあ、胸とか肩とか背中のトレーニングをするときに腕っていうのは関与する部位になってくるので、そういった意味で5位というまあランクになるんですけれども、とはいえまあ腕もですね全体のこう横幅を作る上でまあ非常に重要になってきますので、これは一番最初に言った好み等にもなると思うんですけれども、まあランキング的には5位ですけれども、理想の体に向かって鍛えていただければというふうに思います。ということで、まあ、1位から5位今回お話しさせていただいたんですけれども、理想の体に向けて取り組む上で重要なところが客観的に自分の体を見るということが大切になってくると思います。ですので理想の体と、まあ、今自分自身の体を見比べた時にどこがどれぐらい足りていないかっていうところを分かっていないと、まあ、何のトレーニングをどれぐらい強化すればいいかっていうところもまあ見えてこないので、まあ、そのためのおすすめの方法として、まあ、写真撮影をして見比べるっていう方法であったり、まあ、さらにですねサイズなど寸法を測ってウエストが1だとしたら肩幅がじゃあ 1.5 なのか、まあそういうところも細かく比べてみるとどういうふうにですね鍛えていけばいいかっていうところも見えてくると思いますので、これも参考にしていただければと思います。まあ、今回はあくまでも私個人的にですねモテる体に向けてどこから優先的に鍛えたらいいかということをお話しさせていただいたんですけれども、まあ皆さんもですね理想の体に向けて日々ですねトレーニングに励んでいただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また Bレジェンドの公式サイトでもお得な情報、
新商品の情報等も配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。